今日はこれ作ります。かけるだけで黒酢サンラータンってやつなんですけど、ただかけるだけというよりはこれでちょっと料理して、ちょっと、具沢山にしてみますけど、行ってみます。できましたと。黒酢のサンラータンですね。サンラータンライスですね。これを具沢山にしたんで、めっちゃ野菜とか入れてあったんですけど、今からこれを食べようかなと思います。こんな感じです。今日はスーパーリッチいきます。朝日台です。美味しいです。じゃあこのサンラータンいってみますね。黒酢ですね。ちょっと具沢山にしたんでいきます。あっという、酸味がうまい。うまいっすね。ああ、熱い。うん、なんか、中華丼の、ちょっと酸味があるやつみたい、黒酢混ぜた中華丼みたいな感じですかね。野菜いっぱい入ったらめちゃくちゃうまいですよ、これ。うまい。ちょっと今ね、まあ、なんだかんだ3時半過ぎちゃったんですけど、遅くなっちゃって、本館に行ったんで。いやー、でもうまいです。じゃあ、これ最後いきます。熱くて美味しい。じゃあゆっくり食べていきます。モネちゃんとね、橋本環奈ちゃんやってる千と千尋のがもう本番が始まったのかな。そうです、昨日からですか。舞台千と千尋の神隠しの初日記者会見が去る3月3日に帝国劇場で開催。千尋役の橋本環奈と上白石モネ、湯婆婆の夏木マリなどが登壇し、おばたのお兄さんもね、あ、そこそこ MC の、記者会見を行ったってことですね。なんかね、僕も朝なんかの番組でね、ザ・タイムだったかな。もうだいぶこう、公開してますよね。写真も今もう載ってるんですけど、なんか想像していた以上に千と千尋だなと思ってて。昨日のね、プレ公演のね、レビューをしてた人の、言ったのって想像してるの以上に、千と千尋になってるなっていう感じですかね。これを見る感じで。東京帝国劇場の上演を皮切りに大阪、福岡、北海道、愛知で開催される千と千尋の神隠し。舞台初日を迎えた感想として、3月2日に初日舞台を終えた橋本環奈は、お話をいただいた時から幕が上がることを楽しみにしていて、今日という日を迎えられたことができてすごく嬉しいなと思いますと喜びをあらわにした。数時間後に初公演を迎える上白石も、開催の喜びを迎えるとともに、こんな時期に劇場に足を運んでくださる方々の気持ちに応えられるように、日々楽しく丁寧にやっていきたいと思うと言っています。と意気込みを語る。夏希は7月までに続く舞台なので、日々ブラッシュアップして、どんどんいいものになっていくと思いますと話した。コロナ禍でのものづくりの大変さは痛感したという僕は、言えないような努力をしてきた今この立場に立っています。ものづくりに本当に真摯な人に囲まれた幸せな現場ですと舞台裏の苦労に触れたと。ドーバタのお兄さんは舞台を感激したという鈴木敏夫プロデューサーからのコメントを紹介。お世辞なしに本当に面白かったですと、原作へのリスペクトが感じられて嬉しかったですとのコメントに、橋本環奈は映画千と千尋の神隠しが好きなみんなが集まっているこの舞台でお褒めの言葉をいただけるのは本当に嬉しいですと笑顔を見せると。稽古に入る前に何度も映画やフィルムコミックを見たという上白石モネは、作品の素晴らしさに助けられることもあれば、その素晴らしさに壁を感じることもあったのでほっとしていますと安堵の気持ちを通した。でも昨日のレビューの人、昨日のね、感想書いてた人は、上白石モネちゃんの演技がものすごい素晴らしかったって言ってましてね、それが一番だって言ってた感じだったので、また謙遜をしてる感じもあるかなと思いますけどね。一番最初のプレビュー公演に出演した僕は、顔なしみたいにゲロ吐くかと思いました。諸事情によりゲネプロができなくて、そのままプレビュー初日の投資だったもので、本当に緊張しました。当時の緊張感を明らかにした。稽古中大変だったことについて、小畑が全部ですと、前置きをした上で、橋本環奈と上白石萌音は常に忙しかったと回答。千尋はステージから、は、はけている時間が短く、舞台裏でも早着替えに常にしてましたと語る橋本環奈。上白石も大いに賛同したと。また橋本環奈はドジな一面もある千尋を演じる上で、
実際に怪我をしないような転び方を研究するのが難しかったと、知られざる努力も語ったと。囲み取材では、激しい舞台転換をこなす中で痩せましたかと問われたキャスト陣で、夏木は 800g を痩せたと明かす一方、橋本環奈は全く痩せなかったと語る。初めての舞台を通した日に 1.5 キロ減ったという上白石萌音は、今いくら食べても太らない無双状態なので楽しもうと思っています。あ、いつもね、萌音ちゃんはね、節制っていうかね、食べ物制限ね、常にしてますからね。カムカムエブリバディの時はね、大根だけで過ごしたって言ってましたもんね。会場の笑いを誘ったと。また映画を再現したこの舞台のセットに入った時の気持ちを問われた橋本環奈は、肌で感じることができて千尋と同じ気持ちになれたと思います、述べる。夏木マリアはテーマパークにいるようで、裏に出たり表に出たりとぐるぐる回るから楽しいなと感じる瞬間ありますよね、と語ったと。まあ、プレビュー公演からね、いろいろブラッシュアップした感じがありますよね。7月までの長期公演に備えて健康維持のために何かしていることは、と聞かれた上白石萌音は、熱いお風呂に入ることですね、お湯屋なので、と明かしたと。橋本が特にはやってないけど大丈夫ですと話すと、この人ストレッチもしないんですよ、と上白石がすかさず突っ込んだと。せめてストレッチはしてほしいと萌音ちゃんは橋本環奈に強くお願いしたと。稽古が終わった後のケアや朝のマッサージを欠かさない夏希に対して、橋本は同じく声のケアも何もしないと答えたと。最後に出演者を代表して橋本と上白石が挨拶。橋本環奈は、無事に幕を開けることができたので最後まで必死に千尋として走り続けたいと思いますと。上白石萌音は、いろんなことが起きている世の中ですが、劇中にいらっしゃる3時間だけでもいろんなことを忘れて楽しんでいただけるよう、私たちも夢中になって全速で全員で走り抜けたいと思います、それぞれ意気込んだ。さすがだな萌音ちゃんと思いますね、今のこの最後の、いろんなことが起きている世の中ですがって、今のこの戦争もね、しっかりね、反戦の意図も込めてるわけでしょ。でこの舞台にいるだけでもその平和なね、時間を過ごしましょうよって、このね、また秀逸なコメントだなとは思いますね。そう、さっきの僕動画でたけるくんのね、本のね、宮城からの言い忘れましたけど、震災が来たじゃないですか、あっちでね。僕その震災直後に入った瞬間、まさに戦場だなと思ったんですよね。戦争で爆破されたりするとこんな感じになるんだなっていうような街だったんですよ。でもね、まさかこんな21世紀のね、令和の時代にね、あんな戦争が本当にね、まあ他の文明国でね、ウクライナなんて文明の国で、 IT 国家でね、あると思わないから、なんかね、複雑な感じがしますよね。タケル君とかがやってね、あの宮城からで震災をね、教訓にしてっていうね、気持ちもすごく嬉しいし、嬉しい反面、教訓にしてほしいのにね、教訓にしない人災を起こしてる、まあ暴君じゃないけどプーチンみたいなのがいるってこともまた腹立たしいなって感じがね、ほんとしてね、しょうがないなと思いますよ。まあまあ、それで戻すんですが、これを読んでる限りと、この写真を見る限りではやっぱり見たいですね。面白そうな感じがものすごくあるんで、どっかのタイミングで本当に行きたいですよ。チケットが空いてればって感じですけどね。まあそんな感じです。では。